今年の夏は忘れられない夏。特別な人と過ごした特別な夏。胸が苦しいのは着慣れない浴衣のせいじゃないと思うんだ。なんだか体中が熱っぽいのは緊張してたからね。吉田さん、いつかまた一緒に花火見れるかな。いつか絶対一緒に花火見たいな。ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。第9話、過去。